新年明けましておめでとうございますということで、こんばんは。明けましておめでとうございます、山里と申します。ということでね、2024年の一発目の動画に、なっているのかなってことなんですけど、まあまあまあお察しの通りね、収録でやってます。まあてのもね、うちのところもね、何も防音も何もしない、見ての通りね、普通の部屋で、集合住宅でね、撮影しておりますので、あんま夜中にね、やっぱ騒ぐのもどうかなということでね、夜中の配信もちょっと考えたんですけど、配信だとあれかなっていうの、多分私がね、カウントダウン、ホロライブのカウントダウンとかね、どうせ見てるだろうということでね、こっちの方がね、もう収録でしておこうかなということで、まあ、とはいえね、ちょっといろいろとね、2024年の投稿計画とかね、そのあたりのこととか話しておこうかなということでね、ちょっとまあ雑談兼発表みたいな感じでね、いろいろとちょっとお話ができたらなと思っております。まあ簡単にね、言っていくと、まあ去年ね、まあ総括をしてみましょう。ね、2023年どうだったのかなというと、まあ正直結果としてはどうなのかな。ね、今登録者数が、あ、そうだ、最初にこれを言っとかないといけないね。登録者数が、500人、超えましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。さらにちょっとね、今ちょっといろいろとね、ごめんなさい。500人を祝う前にちょっといろいろとね、言い訳というか、ちょっと困ってることが起こってまして、実はね、いつも二窓でやってたんですよ、私。サブモニターをもう一個置いてあって、サブモニターで OBS ね、まあまあまあ、よく配信者さんが使ってる OBS。で、実は OBS って、その配信をする機材ってだけじゃなくて、実はこういった録画の動画も撮れるんですよ。これがね、めちゃくちゃ汎用性が高くて、なんなら配信しながらバックアップで録画も撮っておいて、いつぞやにさ、24時間耐久プチプチって言って、24時間プチプチをし続けるっていう企画やったじゃないですか。で、あれの時に私まだ配信の仕方をちゃんと分かってなくて、24時間を枠を区切らずにね、本当8時間ごととか、10時間、8時間とかごとに、こう、ブチブチブチってね、切って、ね、合計24時間みたいな感じで、枠を3つぐらい作っとくとかっていうのがセオリーらしいんですけど、知らんかったもんで、生一本でいいやろ、なんか投稿できるみたいやし、いいやろ、とってポチッと押したらね、アーカイブが残らないですよね。11時間59分を超えるとダメなんだったっけ、12時間だったっけ、まあ、要はそのあたりになってくると、アーカイブが残らなくなってしまう。配信自体はできてるらしいんですけど、っていうことで、アーカイブが残らなかったもんでね、やっべーって、あれね、実はね、そのデータ自体がサーバーから消えちゃうんですよ。っていうことで、その投稿しましたよっていう文字情報の履歴だけ残るっていう形になってますね、サムネイルと。っていうことで、あ、やってしまったな、これは、ということだったんですけど、実は一緒にね、これ録画と一緒に、実は同時に、配信と同時に録画もすることができるんですよ。で、実は録画ボタンも押してあったもんで、実は24時間ぶっ通しのデータなんで、とんでもなくでかいデータだったんですけど、一応ハードディスクに残っておったんで、それをね、分割して、サブチャンの方で出したりとかしたわけなんでございますけどね。うん。あれもちょっと一回まとめてね、もうあれしたいなというところだったりするんですけどね。っていうような感じで、実はこの OBS でそういうような使い方ができるんで、結構ね、私配信、もう、生放送どれぐらいやってない1年以上やってないよね。シフトが変わってからやってないですから、昔のシフトと違って、今のシフトだとちょっとね、配信するのはね、定期的にやろうと思ったら朝の3時とかになっちゃうんですよ。要は朝の4時にもう仕事で出ちゃったりするんで、じゃあそれまでの間にやるって言ったら朝の3時とかだけど、さすがにね、じゃあ朝の3時から配信をやろうと思ったら朝の2時に起きないといけない。そうすると、睡眠時間が1時間ちょっとしかなくにとってとかなっちゃいますからね。それはさすがにまずいぞということでね、さすがにね、まあなんやかんやね、作業とかね、編集とかしてね、どうのこうの人ったら、まあまあまあ2、3時間とかね、それぐらいにはなることも多々あるんですけど、とはいえね、1時間じゃさすがにね、疲れは抜けれねえだ。ということでね、ちょっとそのあたりとかだと、あと朝の3時にやったとてね、うん。朝の3時に、ね、まあ、このおっさんが配信しとって誰が見んねんというね、ことでございますよ。朝の3時から配信やっとって、まあ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 、いますけど、ゲーム配信、それこそ、
ね、あの、朝の3時だと、その、夜勤から帰ってくるとね、3時過ぎとかね、まあ、もっとちょっと遅くなったりするかな、とかの時間ですけど、3時、4時、2時、3時、3時、4時とかの時間にね、ふらっと帰ってくるとね、なんで配信やってるのか、なん、あの、配信やってるね、あの、赤いボタンがね、YouTube をポチって開いたら、ね、配信やってんな、わためとか思いながらね、見てたりしますけど、ちらっと覗いてみたりとかする時もありますけど、言うてね、私もそこから動画の編集をし、のね、動画の撮影をしてとかってね、やったりしてるので、なかなかね、その、がっつり、ゲーム配信特にね、あんま見れなかったりするんですけど、まあ、そんなあたりとかはね、またちょっと別途ね、ちょっとね、あの、推し物語とかついてね、あの、過去の推し遍歴をちょっと、一回まとめてみようかなっていうのはね、とかやってみようかなとか、まあ、思ってるんですけど、そんなことよりもね、今、直近の問題としては投稿計画のところなんですよね。うん。で、投稿計画関連で言うと、ちょっといろいろとね、朝も痛い問題が、出てきておりまして、というのは今現状ね、問題になっているのが、ロング動画ですね。ロング動画の、投稿が、今放送しているのが、今何やってる？2020年3月31日は、ST125 ってなってるから、JR 西日本ターミナル駅じゃない、大阪メトロか、大阪メトロターミナル駅完全制覇の時の、多分、デイ1がやってるのかな、どこでデイ2があるんですけど、デイ1長いよ。デイ1だけでも多分30回はいかないかな。何回かは行くっていうような感じになってて、そっからさらにデイ2があるんでね、実はすごい、長丁場だったりするんですけど、なんなら、デイ2ってあれヒーバー隊だっけ、あ、そっか、っていうような、ね、感じだったりするんで、まあ実はあれ、実は、この後、もう、相当長い企画になったりするんですけど、そんな感じで、だから、やつを撮っとったのが、さすが梅雨に入る前に出してきたよね。6月の1日とか2日ぐらいに撮ってたでしょ。で、1月をまたいだってことは、ついにこれ半年以上の落が。落がね、半年以上になってしまったんですよね。これはね、さすがにね、長すぎるだろうと、いうことでございますね。うん。余裕で半年だ。7ヶ月か。7ヶ月のブランクになっちゃってるんで、さすがにね、これはね、良くないよね、と、いうことでございまして。とはいえね、追加で撮ってあるんですよね。うん。じゃあまあね、ちょっと、とりあえず撮影のね、やつをね、押さえてて言いたいところなんですけど、まあこれ実はまた正月にまた撮りに行ったりするんで、大型企画を。これが下手すりゃ来年正月になりかねないっていうことなんでね。ちょっとこんなタイとかどうにかしたいんですけど、かといってね、うん。なかなかロングを日本にするってのはなかなか大変でね、今年もどうしようかなと思ったらロング日本をね、紹介していこうかなと思ったんですけど、今度ショートがショートで、動画の撮影したストックが70本ぐらいになってたら、これはいかん。ショートも出していかないといけない。取りやめしすぎなんですよね、うち。うん。っていうので、まあ、ただ、ショーツは今度、出しすぎたもんで、今、ストックが、2、4、ロー、ハート、2、4、ロー、ハー、22、4、ロー、ハー、32、4、ロー、ハー、42、45本、投稿ストックが45本、投稿ストックが45本。あ、いや、動画の編集が終わってるのが45本、今、予約がかけてあって、うん。で、あ、ただ、ま、あのね、撮影のストックは多分20本ぐらいなんで、60本とかでしょ。あんまり減ってないんだ。よくねえな。っていうことだったでしょ。いや、でも、まあ、編集まで終わってますからね。っていうので、そのあたりもあってね、今回、ショート、12月にショート4本、ショート4本、ロング1本って4-1でやったんですね。本当はロング2本の、ショート3本、ロング2本にしようかなと思うんですけど、あのね、やっぱ、当然、ショートとロングだと、ショートの方が動画の編集時間短いんですよ。うん、なので、ロング2本の2、3の1日5本投稿だと、これはさすがに無理やなと。いうことで、4-1でやってみたんですけど、結果的に、ショートの方はだいぶ消化ができたんですけど、今度ね、ロングの方が、あれ ?160 本動画を投稿したのになぜかロングの進捗が悪いな、いうことでね、そりゃそうなんですよね。だって、うん、1日1本ですからね、今までと変わってないですからね、そうなるわけなんですけど、まあまあまあ、そのあたりもね、ちょっとね、
なんとか、税効入れを考えながらということで、2024年をどうしようかというのを、そのあたりとかをね、ちょっと踏まえて、いろいろと、2024年から、カチッと変えていこうかなというところもありますよ、ということでございます。まあ、そんな中であれですね、話しそびれてましたけど、チャンネル登録者数が、おかげさまで、なんと500人、突破しました。ありがとうございます。これでね、実はどっかで言ったと思うんですけど、その、収益化の、その、分岐点っていうのが、ちょっと変わったんですよ。今までは1000、チャンネル登録者数が1000人以上で、1000以上の登録者数がいて、で、なおかつ4000時間が、年間4000時間っていうハードルがあったんですけど、それが、に全部、一本化されとったのが、段階的にね、二段階システムに変わったんですよ。途中で、チャンネル登録者数500人で、動画再生時間が3000時間だったかな、のところを超えると、広告収益は入らないけど、スパチャや、メンシブとか、そのあたりができるよ、とか、いう、ような二段階になったんですよね。これ、結構大きくて、500人で、今、その収益構造としては、今、広告収益でやってる人たち厳しいよ、厳しいよ。まあ、実は厳しくない人も、いるんですけど、ジャンルによってね、うん、あったりするんですけど、そういうの、厳しい、広告収益だけが厳しいよと言われてる中で、今、大事にされてるのがスパチャだったりするわけですよね。で、まあ、これ、まあ、単純に何かって言ったら、一人が、100円のスパチャで、まあ、1000円のね、一人平均、例えば、うん、まあ、100円の、ね、まあ、200円とかのスパチャとかでもいいですよ。ね、200、まあ、100円とか計算しやすい。100円やったら、あれなんですけど、で、100円のスパチャでだいたい70円とか60円ぐらい入ってくるのかな、チャリンチャリンが。一部その、Google さんの方のキックバックがあるんで、Google さんに入って100円が入って、そこから、7割か6割やったから、クリエイターさんにキックバックされますよっていうシステムだったはずなんですけど、これじゃあ60円の収益をね、広告収益上げようと思ったら、一人60回再生してもらわないといけないわけなんですよ。うん、で、いや、赤スパを飛ばしてもらうっていうことは、1万円で、例えば1万円で、まあ、6000円キックバックだったとしますよ。6000ってことは、1人で6万再生見てもらう広告収益と同じくらいが入ってくるよっていう。まあ、実際 0.1 円、今、広告参加が下がったところで 0.1 円 にはなってないみたいではあるんですけど、というかね、高い人だと、広告収益1、2円とかになってるらしいです。ニコ動のやつを出しとった時に、ニコ動って、再生あたり単価出したら、2円とかになってくるんで、おいおいおい、全然 YouTube よりいいやないかって話をね、しとったと思うんですけど、その後ね、ちょっとね、業界詳しい人とかに、チラチラと、話を伺ったら、いわゆる、教育専門でやってるようなチャンネルとか、いわゆる、お堅い系みたいなイメージ、いわゆるバラエティでエンタメでやってる YouTuber って感じのやつじゃなくて、どっちかというと専門知識で、いろいろな用語解説とか、業界の解説とか、そういったものをやってる。まあ、中田あっちゃんとか、そんなの、あのイメージですよ。いわゆる教育系みたいな感じとか、いうところだと、実は再生単価が、つきやすくて、そっちだと再生単価1円以上あったりするような、あれらしいです。ほんと、ジャンルによってガラッと変わるらしいです。結構総合的にいろんな、その、僕のそのマーケティングとかやってるところからね、ちらっと聞いたんですけど、あ、そういうもんなの、へえーっていうね、うん、いうとこあるんですけど、とはいえね、やはりその、それだと、まあね、赤スパはちょっと極端ですけど、よくある金額で言うと、まあ、キスパ1000円とかそれぐらいだと、まあまあ飛ぶじゃないですか。今ね、スパチャで、大きいところだったら飛ぶじゃないですか。1000円ね、っていうことは、うん、その、一人当たりでね、その、をやってくれる人が、100人、1万人ね、まあ、同説1万って言ったら強いか。相当強いね。同説1000人と、普通1500人とかで、そのうちの、1% が、スパチャを投げてくれましたよ。ってなると、15人がスパチャを投げてくれる計算。だいたい 1% とか 5%、多分、多くて 5% とかなんじゃないかな。全体のね、私もちゃんと、その、
計算したことはないんですけど、多分そんな感じですよね、大体。まあ、で、大体一般的にはそうやって言われてるんですよ。無料で公開してるのと、それから、有料に投稿してくれる人の割合っていうのが 10% って言ったら、相当強いコンテンツって言われた。うん。いろんな業界でね、うん。言われる中で。っていう中で、まあ、多分 5% あったら相当なんですよ。うん。まあ、1% は、一般的には合ってくるのかなっていうところらへんですよね。うん。だから、不人気なコンテンツだと 1% 切ってくるかもしれませんけどっていう。っていうふうになったときに、まあ、ざっくりとね、どうせ1000人で 1% 10人です。10人が、1000円投稿してくれたとするじゃないですか、平均ね。平均1000円投稿したとして、めんどくさいから1000円分の収益になる分入れてもらったってしましょうか。そうすると、まあ、2000円とか入れてもらったりとかした場合ね、1500円とか。で、1000円を10人が入れてくれたら、そこで1万円ですよね。1万円っていうことは、0.2 円再生だったとしてね、0.2 円として、一般的にやったからということで 0.2 円だったとして、0.2 円だと何再生分 ?1万円を 0.2 円で稼ごうと思ったら、5000再生で、ね、5万再生か。2万再生か。2万再生いるんですよね。アベレージ。これ、なかなか、2万再生アベレージで動画投稿で撮ろうと思うと、まあまあ大変ですよね、ということでございますよ。ということなんで、うん、特にコアコアそうが、コアなね、お客さんがついてくれるそうな感じのところっていうのはそんな感じです。スパチャや、あとは最近はね、コメント欄でもね、スパチャみたいにしてできるようになってるじゃないですか。ああいうのをね、駆使してもらうというのが非常に大きくなってくるというところで、まあ、うちのところもどっちかというとそっちの方のが、結構頼りにしていきたいなというところだったりするわけでございますよね。うん。いいところで、この500再生。で、これができるというのはかなり、有意なところ。まあ、広告収入に頼るっていうのが、なかなか、難しくなってるよっていうところでね。まあ、これはね、お互いの収益なって感じなんですよね。Google さんも Google さんで、広告収益の頼りって、強いよ、うちは強いですよっていうふうにしたいんですけど、難しいのは、じゃあ、プレミアム会員を進めてるじゃないですか。広告なしで見れますよ。でも、プレミアム会員がめちゃくちゃ増えると Google 的にはいいんだけど、広告主としては、いやいや、俺たちの広告が、その、ね、いわゆる資産、資金持ってる、ね、そういった人たちに見られないんだったら、あれ、俺たち、なんか、あんまり広告訴求効果の低いところにしか広告を流してもらえないから、費用対効果悪くねってなっちゃうわけなんですよね。とかが難しい。実はすっげえ事例も抱えてるんですよね、YouTube プレミアムって。多分本当は、Netflix みたいにもう問答無用の、はい、はい、余剰でね、はい、ドーンっていうね、コンテンツに。できたらね、うん、それの収益で安定化で自社でね、全部賄えるし、他社にね、の広告収入に耐えられない。で、これを Google としては、そういう狙いもあったんでしょうけど、だから一時期すっげえプレミアムをね、お勧めたんですけど、結果的に広告収入の方と、なんか、なかなか折り合いがつか、切りにくいんだろうなというところがあったりしますけどね。難しいよね。まあ、こればかしはね、ということでございますね。っていうのがあったりするんで、難しいところだったりしますけど、まあ、うちもなんやかんやもうプレミアム会員してるんで、やっぱ ASMR とかね、聞くんだったらね、プレミアム会員の方がいいですよね。結局その、チャンネル自体が広告の設定をしてなくても、Google さんが勝手に広告出ちゃうんで、今。そういうシステムに変わっちゃってるんで、なので、まあ、ちょっと、そっちの方のがいいのかな、とは思ってますね。というのがあったりしますけどね。うん、で、なんだったっけ。そんな中でね、まあ、ロング動画、まあ、この投稿とかもね、そのあたりもちょっと2024年の投稿計画をね、シャッと話していきたいなと思うんでね、ちょっとね、画面も書いてね、そのあたりの話をしていこうかなと思いますよ、ということで、初めにね、動画投稿の前に、今年もね、また始まりましたから、2023年をさっとね、振り返ってみると、
まずなんだ、2023年動画全部振り返りはまた別でやろうか、今回はとりあえずさらっと、もうすでにさらっとしてない、何分喋ってる、20分喋ってる、やばいな、20分喋ってますけど、さらっとね、今年のとりあえず投稿計画と、あとストラテジーコンセプトワールね、毎年やってます、オープニングでね流れてる、今だとレストアートって言ってね、去年までね、レスタートで出ましたけど、今からまた2024年に変わるんで、新しいストラテジーコンセプトワードになります。2024年は、じゃあ何で行こうかというところでね、毎度な話し合いを、話し合いを行った記憶はあんまりないけど、これだ、決めたんですけどね、なんだったっけ、サブモニターが壊れたって話ね、してなかったね、そうそう、サブモニターを普段使って、で、OBS をサブモニターに、どっからこっから脱線するんだろうね。まあ、さすが山田さんなんだけど。まあ、OBS をサブモニターに映しながらメインの画面のところでいろいろ編集しながら話をしてたんですよ、今まで。なんですけど、今ね、ちょっとサブモニターがぶっ壊れてしまいまして。で、実はサブモニターも買い替えたんですよ。買い替えたんで、今ここにね、あるんですけど、こんな感じでね、実はもうあるんですけど、実はね、コネクターの形状、ここのコネクターの形状がね、前使ったサブモニターは、フル HDMI のやつだったんですけど、今のやつがね、こいつは、実はミニ HDMI か、ちっちゃい、薄いね、タイプの、やつに変わってたんで、しまった、コネクタが合わねえってこと、今ね、ケーブルがね、今日届く予定なんでね、まだ届いてないんでね、しまった、しまった、というところでございます、ということでございますね。なので、珍しくね、1画面でやってるんで、実はこの、話しながら、OBS の操作をしながら、そのやつを出すっていうのが非常に難しくなっておりましてね、っていうこともあったりするわけなんですけど。そんな中ね、ちょっとね、なんか途中で、なんか変なラグができると思いますけど、そこはちょっとね、ご容赦いただきたいなというところだったりします。まあ、次の時から大丈夫です。もう今日届くんで、ケーブルが。届いても繋いでしまったらそっちの OBS 見れますからね。ということでございましてね。で、まあ2023年の振り返りはね、またちゃんとした振り返りはまた改めてやりますけど、動画投稿的には、何本投稿してんだろうね。今年はだもだいぶ投稿しました。1000本は投稿してますよ。1日100本投稿とか、ガーズとコンスタントにやってましたし、多分1300本ぐらい投稿してるのかな。実は投稿したやつを全部控えてるんですけど、ね、ここに。何日にな、どの動画投稿したっていうのは全部実はちゃんとスケジュールで控えてるんですけど、さすがに手書きなんで、これ足し算足していくの大変なんでね。最初が何?112?ST112 って何だったっけ JR 西日本ターミナル機関線制覇の旅の放送会やってたんだ。だから、まあ、やっぱり夏のやつなんだな。のところからね、ずっと始まって、シリーズ的の、まあ、いろいろとやってましたね。サブちゃんとかも入れながら、まあ、いろんなところを見きましたと言っても、まだ今年の半分もね、実は、今年収録したやつの半分以下しかね、まだ投稿が完了してないで、まあ、なんか、変な感じですけど、ここがね、やっぱ大きいと、このあたり。もうね、ちょっと回収をしていきたいな、ってところがあったりしながらね。まあ、なんやかんやと、もぐもぐしながらですね、ショーツ本格化したのがどっからだ。そうだ、途中まで、ショーツは8月、6月くらいからだよね、ショーツ。確か。が、まあ、ずっとやっていくとって、まあ、どっちかというと再生数をショーツで、稼ぐという感じですね。まあ、いやいや、そんな再生数伸びてないから、こうね、思われるかもしれないですけど、100再生とかでね、やってからね、1日4分上がるんで、言うてね、押し上げて、まあ、1.5 万、だいたいね、1.5 万再生ぐらい、1万5000再生ぐらいいただいてるんですね。今月、次の再生が。1万5000再生のうちの1万再生がだいたいショーツ。で、5000再生ぐらいがロング動画だっていうような割り振りになってます。まあ、意外とある。意外と、実は再生はいただいてありがとうございます。意外でしょ。だって多分皆さんがパッと動画見た時に、でも5再生とか4再生とかしかねえじゃん。ロング動画なんて8再生とかしかねえじゃんと思うじゃないですか。
一応どうやって5000円させていくのと思うかもしれませんけどね。全部ね、毎日投稿してたとしたってね、8、8、3、240再生ぐらいでしょ。いかねえじゃん。1000再生、もういかねえじゃんと思うかもしれませんけどね。ここはね、実はやがってね。ロング動画っていうのはね、古い動画も再生が入りやすいんですね。ショーツはほんと古い動画の再生が入りにくい。うちも、一つの動画だけ除いて、後の動画をもう、ほんと1再生も入らなくなります。一つだけ万歩計の動画だけね、ずーっとなんか妙にコンスタントに入ってね、今、何再生入ってんだろうね、あれ。多分、前までは、再生数が一番多かったのが、三木鉄道の13000再生だったんですけど、こうやってね、15000再生超えましたね、満腹やのやつが。ということで、ね、ありがたいことに。これ実は高評価103ついてるんで、実はこれは低評価が本当に少ないんですよね。低評価の数が、3000再生いってる動画の、低評価の半分以下なんで、そう、いう感じなんで、ありがたいことでございまして、なんか伸びておりますということですね。やっぱ好評とか、好評のおすすめまで乗りやすくなったりするのかな。コメント入ってるやつも大きいのかな、っていう、ところがあったりしますね。いやー、ということでございまして。なんかね、ロング動画は比較的ね、もう4年前、5年前に投稿した動画とかでも結構やっぱ再生がちょろ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 いただいているわけでございまして。まあ特にうちの場合は初期の動画にね、まあ今もかなりその意識は強いんですけど、5年経っても10年経っても今は1再生10再生しかされなくても5年後10年後も1再生10再生される動画を1万動画作っておけば10万再生になるよねっていう作戦なんで、まあ、ここからね、AI とか進んできたら、勝手にもう英語翻訳とかね、うまいことつけるようになってくるんじゃないかって言って、まあ、実際そういった機能がだんだん出てきてきてますしね。ただ、私は悲しいかな、方言なんで、なかなか、言うて方言なんですよね。まあ、四日市弁ってやつですけど、なんでね、そこら辺なかなか変化が難しい、そうな気もしますけど、まあ、何かしらでどうにかなってくるでしょう。私が標準語を覚えるのが先だ。だったら英語を話せるようになった方が先な気がするかな。英語を覚えてまた方のは手っ取り早い気もしますけどね。英語に関しては、得意とまでは言えないですもんね。外国に行って、旅行して、英会話で、うまいこと旅行を成立させるとかは全然無理なレベル。英語圏でもね、無理なレベルで。まあ、だから、海外から日本に来た人が、道案内とかをするとか、それぐらいならできるよっていうレベルですね。一応ネイティブの、ね、人とかにも、どうかな。ちゃんと通じるかなって言ったら、ギリみたいな感じで言われてる。ギリって感じで言われましたね。いけるかなっていう。まあ、それぐらいの、決して英語ペラペラ、あなた英語上手ねっていう感じではないよっていう、ところだとしますけどね。まあ、そんなことは置いといてもね、海外戦略とかもね、ちょっと頭に入れて、まあ、ショートはどっちかちょっと海外戦略まで頭に入れてるんですけど、悲しいかな。日本国内からの再生から入っちゃってるんで、なかなか海外の方に訴求がされてない。初期一瞬いけるかなと思ったんですけどね、ちょっとね、もう、今はもう、完全に、これね、全部見れるんですよ、国籍別が。視聴者の国籍っていうのがね、実は見れるんですけど、どこだったっけな、詳細モードで、地域ね、見てみるとね、もう今ね、96% が、そうですね。96%、あれになってますね。日本になってますね。これ全部合わせてたもんな。そうですね。全部合わせて、ショーツも合わせてもそんな感じ。なので、なかなかね、難しいですよね。っていうところでございますよ。はい。
よいしょ。まあそんな感じで、そうそう、こんな感じでちょっと声できてしまうと思うんですけど、っていう感じでね、やってきましたね。ストラテジーコンセプトワードをね、発表しないときに、30分経っちゃってるよ。大丈夫かな。ストラテジーコンセプトワードね、の発表なんですけど、去年が、ずっと、デスタートっていうのをやってきました。うん。新しく、リスタートね、続いはリスタートと一緒で、ST の、切る位置を変える。スターステールの ST を、の切る位置を変えることによって、レスとアートに変えるっていうね、いうような感じで、まあちょっとした文字遊びやってます。まあ今回もね、同じような感じでね、やっていこうかなということで、新しいコンセプトワードをね、作ってきましたよ、ということで、そのね、コンセプトワードをね、発表したいと思いますよ。新しいコンセプトワードは、どこで見れるんだっけ？これだ！あ、そう。切り替えのね、キャッチを入れてみたのよ。こんな感じでちょっと切り替えのキャッチも入れてみたけど、どうかな。あー、なんか全然違う。文字情報が間違ってる。気にしないで気にしないでほしいですけど、方法がある場所と出ております。今回これはね、コンセプトワード自体じゃないですね。まずは、方法がある場所ということでね、まあどっちかというとまた、こういった感じのね、いわゆるゲダゲダよりも方法みたいな感じのね、みたいな感じのやつに、よりね、ちょっと特化するというよりね。まあ、もともとどっちかというと、そんなにゲタゲタを取りに行く、キャッチーなね、笑いをやりに行くところじゃ、ね、チャンネルじゃなかったところなんですけど、まあ、その方針を、比較的継続しますよっていうような感じはありますね。で、一応、インストールなれ、オンヨルラスタイムってことで。まあ、これが、ね、このあたりに、お前英語力、ね、ちょっとつくまいそうなんで言っときますけど、ほんね、正しい英語じゃない感じがね、してると思うので。本来だったらインストールだったらインストールトゥルチジナレス、トゥルチナレスチオンヨルナレスタインか、とかね、なるところなんでね、まあ、トゥルチジナレス言えないと、お前、文法的に間違ってるんじゃないかとかってね、多分ツッコミがあるかなと思うんですけど、まあ、あんまり、まあ、一応わかるしよっていうことで、なんか、あんまりね、この、なんていうの、コンセプトワード的な、こういったキャッチワードに使うときには、あまりね、ぐちゃぐちゃぐちゃっとつけるよりも、まあね、海外の人が書いて読む分にはね、そのあたり、めっちゃちょっと、まとめてね、読むってあれなんですけど、まあちょっと文字面的にね、こっちの方のが、字面的にいいなっていうので、まあ単純に、これにしてあります。インストールなれ、ジョンやラストタイムってことで、まあ簡単に、略すと、レストタイムない休憩時間ですよね。あなたの、you are last time、あなたの休憩時間、ちょっと休みの合間に、インストールする、ナレッジ。まあ、要は、知識、情報とかですね。まあ、要は、休み時間にちょっと、へえ、こんなことがあるんだ。こんなところがあるんだ。へえ、こんなものがあるんだ。へえ、そういうことなんだ。みたいなのが、増やせるようなね、ところにすれば、できればな、というようなコンセプトでやっていこうと思ってございます。まあ、最近なんやかんや、この、いわゆる、ちょっと知識増える系なやつっていうのはね、やっぱ今、注目されとって、例えばね、それこそだって、ホロライブでもね、ラデンちゃん、ジューフテイラデンちゃんがね、学芸員持ってるよっていうのでね、すごく話題になってね、あらゆる、結構、特に美術系ですよね、美術系、とかに詳しくいろいろとやってたりしますけど、うん。そう、あれはあれでね、まあ、こっちはこっちでね、大変なことというほどでもないんですけど、時々ね、ツッコミが入るんですよね。あれ？山田さん？あなた、学芸員持ってなかったっけってね、ツッコミが入るんでね。まあ、それを言われると本当にね、あれ、学芸員持ってんのになんか、すごく、その、美術知識とか全然ねえじゃん。なんなら美術館全然いかねえじゃん。まあ、この前、実は京都の、京セラ美術館行ってきたんですけど、うん。多分、ちゃんとした美術館あれが初めてかな。その前に、うちの動画でも言ってるから、神宮彫刻館っていうね、伊勢市にある、博物館なんですけど、まあ、どこか神宮に関わるものをいろいろ集めてますよっていうところで、そこに美術塔みたいなのがあって、
プラス200円とか払うと、ちょっと、美術館、ちっちゃい美術館みたいになってるところがあって、そのエリアとかで行きます。まあでも、そこは敷地的には、別にめちゃくちゃ狭いわけでもないか。まあまあ、ね、一通り、常設展オンリーで置いてありますよっていう形だったんで、うん。いいところだったんですけど、そうそう。それを見てからね、ちょっと美術品とか、まあ面白いなって、油彩画とかね、面白いなと思ってね。実際今回もちょっと京都行ってみてきて、あ、やっぱすげえなあ、いいなとはね、なってきたんですけど、ただ別に専門的知識あるわけじゃなくて。まあ、専攻はあっちなんで、ね、地域社会学専攻でやってたんで、まあ、そのお金で、文化人類学とか、その辺りとかね、いろいろと、学んでやってたわけですよね。まあ、地域社会学やってる人から絶対文化人類学やるかって言ったら別なんですけど、地域社会学っていうものをなんかいろいろとやるときに、まあ、文化人類学をかじっといた方が、見方として面白い見方できそうかなと思ったんで、文化人類学もちょっとね、かじってやってた。まあ、とか、そのあたりとかの中でもあって、まあ、リトルワールドでね、履修、それこそその博物館の、実習受けてきて、そうなんですよ。リトルワールドってテーマパークみたいなイメージあるんですけど、あそこ一応博物館って名前が付いてます。あれ本当の博物館なんですよ。一応ミュージアムなんですよ。一応ちゃんとミュージアムなんですよ。学芸員さんとかもいるミュージアムで。なので、そこで実習受けると、あれが取れるんですけどね。だから、正確に言うと、私の場合は、博物館学芸員じゃなくて、その学芸員法っていうやつになる。プラス3年やったかな。博物館で働いたらもう学芸員がもらえるよっていう状態が学芸員法っていうやつがあるんですけど、うちは多分、状態としてはそっちの子だと思います。学芸員はだってないのかな、学芸員法っていう扱いだと思います。正確に言うとね。うん。っていうのがあったりするんですけど、まあちょっと学芸員の裏話ですけどね。そう、いうようなこととかとかあって、うん。そう。学院イコールその美術館。まあ当然ね、美術館とか好きな人が多いですよ。多いけど、ただね、うちは別にその社会学部でやっていて、文化人類学とかそういうのが好きな人たちの集まりのところで博物館学園に受賞を受けてたんで、どっちかというと、それこそ、民族博物館ね、まあ、リトルワールドもそうして、ね、民族博物館だとか、いわゆる地域の、私の場合だったら地域の資料館みたいなところじゃないですか。風俗資料館、風俗資料館って言うと、なんか、あっちの、ね、夜の博物館みたいな感じのあれになっちゃうから、よくないけど、まあ、でも、一応、そう、民族風習学なんで、そうなんですよ、そういう風になっちゃうんですけどね、どうしても風俗学っていう言い方なんですよ、本来の風俗ってそっちの方なんでね、あれなんですけど、うん。まあ、だから、その地域の、博物館みたいなところに行って、いろいろ地域の情報とかが、こういう風にしてね、地域の歴史とか分かるようにしてあるんやな、とかっていうのを、見るのが、結構好きな人なんです。そっちの方が結構、だから、の方が詳しい。うん。逆に言うと、美術品とかはそんなに興味を持ってやったわけじゃなくて、うん。なんならあんまりよくわかってない。美術に関してはね。っていうところだったりするんでね。まあ当然専攻っていうのがあるんで、まああれなんですけどね。あれはね、単純に、だから、博物館学芸員イコール、そういうのに絶対詳しい。美術館詳しい。博物館学芸員イコール博識ではない。うん。まあ、博物なんでね、比較的それは大きくなるのもやりますし、もちろんその研修でね、美術品の管理方法とかそんなのはもちろん学んでますよ。ただね、実際のその、研修行った先がそのリトルワールドさんだったんで、そんな、いわゆる絵画とかそういうのがどんどんあるんじゃなくて、まあちょっと特殊ですよね。あそこの場合、その、だから、普通の美術館で飾るその展示品が絵画とかそういうのであるとするならば、あそこの場合は家とかなんですよ。規模がちょっとでかすぎるんですよね。まあもちろん親の倉庫みたいなところがあって、うん。そこでね、いわゆる非展示品のね、感じとかも、温度感とかね、もちろん湿度感じ。まあ、温度湿度もですね、やはり光の管理なんですよね。結構、外に出せないものイコール、いや、直射日光の、かかるところにドーンと置いとくんで、もう家とかはね、もう、それでね、置いとくしかないし、まあそういうもんですからね、あれなんですけど。だからそこら辺も、基本的に管理の感覚が、普通の美術館とは全く違う、ところでやって、ちょっと特殊な、ね、環境だったんで、なんかその美術館と真逆ではありますからね、とかがあったりするわけなんですけど、
愛嬌性や美術品のね、やつとかもやってます。まあ、だからあれですよ。ね、もちろん美術品送るのにね、あれですよ。ちゃんと日通使いますよ。あ、そうそうそう。ね、もう、学芸員さんならね、当たり前のことだと思いますけどね。美術品を、あれですよ、移送するときは、日通ですからね。そう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 。そう、そのためはちゃんと分かってますよ。そうそうそう。佐川さんとか、大和さんとかだとね、ダメなんですよ。つか、多分ね、断られるんじゃないかな。特に高いやつだったら。で、本当に日通さんだと、その美術品の運搬とかをやる専門のチームみたいなのあるんですよね。ちゃんとあって。だから、その、状態確認とかも、日通さんの方で、日通さんの方で写真をカチカチカチとか撮ったりして、ここ、もともとここに、こういう傷、小傷一つでも、ここはもともと運搬前に入ってましたよね。はい、確認しておいてください。はい、OK ですね。とかっていうのを全部やるわけですね。状態とか確認して、で、運搬方法等も確認して、クッション材をこういう風に詰めます。こういう運送方法でいきます。中は、じゃあ除湿材をこれぐらい入れて、とか、温度管理が必要なものだったら、そのあたりのね、管理もして、とかね。うん。いうのをやったり、するわけでございますよ。で、全部ね、やってもらって運搬してっていうのがやるのが、まあ日本だとも日通さんの一択なんですよね。そうそう。まあそこまで、やれるところ、運送会社さんがないっていうのと、もう一つ教えてもらったのは、単純に保証額の保険が効かないらしいです。他のところだと。例えば、何百万とかなんて言うにあるじゃないですか。その美術館で飾ってある、もう有名な絵画。だって、その、コレクション展じゃなくて、運搬するっていう場合には基本的に企画展で持ってくやつなわけですから、つまり企画展で使いたくなるような、よそさんからわざわざ、送料ね、高い送料かけてね、運搬してもらってね、わざわざ企画展で飾りたい作品イコール、まあまあいい作品なわけなんですよ。イコールそうなんですよ。なのでね、当然、いざっていう時にね、まあ、本来はもうお金で肩がつけられなくなるんで、まあそれもあって、その、日通さんに頼むっていうのももちろんあるんですけど、もう一つのところが、毎日の時あった時に、上限っていうのがあるんですよ。その保険金額の上限っていうのがあって、例えば U パックだと、20万円。で、10万円だったっけ？で、セキュリティ U パックって言ったら、緑の伝票の U パックを使ったことある人いるのかな？セキュリティ U パックっていうのがあるんですよ。セキュリティ U パックにすると何が違うのかというと、その、保証金額が、10万から30万まで上限に変わるんだったっけな。もっと上がるんだったっけな。そう、セキュリティ U パックっていうのがあったりとかするんですけど、ただ、うん百万のそういったようなものには対応してないわけです、U パックは。で、同じように、ヤマトのやつも、宅急便で保証できる金額っていうのが何十万とかまでだったはずなんですよ。で、そういうのも、でかい額になると、宅急便じゃなくて、ヤマト便っていうのが確かあって、ヤマト便になると保証金額と送れる大きさの、荷物の大きさの上限が変わるとかがあったんだけど、あれでも統一したんだっけ？宅急便の大きさ200サイズを作って、確か統一したんだったっけな？ヤマト便ってまだ残ってたんだったっけな？いや、重要品でまだ残ってるはず。ヤマト便、ってのがあったはずなんですけど、うん。とかね、いろいろとあったりするんですけど、とはいえ、もう、百万円、なら、何千億、何千万、何千万とか、下手すりゃ億いくかもしれない。億のものでも、運んでくれるんですよ、日通は。実際、億のもの運んでたことある人、がね、実はその、知ってる人でね、いらっしゃいましたけどね。そう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 。アマーとかあれですけどね、一時期その、郵便でね、行ってた時に、なんか私、日通さんの倉庫の担当みたいな時期があってね。そうするとね、日通の人にね、いろいろと、なんならめっちゃ実用的なことを、教えてもらったんだよ。それこそ台車の引き方とか細かいところとかもね、ああ、そう、そうか、そういうやつとか。おお、素人丸出しの押し方してきとんな。これなんかこうやってやったらこうやった時に事故るやろ。だから事故らんようにこうやってやるんやみたいな。いろいろやり方をね、ああ、なるほどな、とかってね、いろいろ教えてもらってとかありましたけどね。そうそうそう。なんでなんか一瞬変な持ち方に見えるかもしれませんが、あれ結構ちゃんとした持ち方だったりするんですよっていう話とかをね、しながらね、台車とかね、そう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 。うん。
いいのかもしれませんけど、そんな時とかにね、いろいろと、やっぱ、そう、何らかでね、うん十億のやつ。実はその、このあたりのエリアだと、あれがあるんですよ、F1。F1 のね、やつで。だから、F1 マシンも当然運搬しないといけないじゃないですか。で、一応、キャリングで、その、飛行機で運ぶんで、日本グランプリの時は。うん。で、中部国際空港から、その、やるときに、F1 マシンなんて何十億っていう世界のマシンなんで、当然ね、普通のところだとなかなかやりにくい。まあ、パーツ一つとかだったらね、まだいいんですけどっていうことですけど、うん。っていうのに、実は、やっていったよっていう、ね、話を聞いたことがあって、その時に、ああ、そんなやりとりいろいろやるんやな、とか、すごいな、とかね、うん。いろいろと、あったらしいですけど、なんならその、サインプリーズって言ったら、ミハイル・シューマハだって。納品のサインプリーズって、パッてやったら、ミハイル・シューマハがおったって、いうような話とか、あるらしいですけどね、うん。うん、まあ、ミハイル・シューマハはミハイル・シューマハ、サインプリーズって言われたら、普通にね、サインを求められる人なんでね、まあ、チャンピオンですかね、そういうの。で、いうので、終わってて、色紙に書いて、まあ、もらったんやっていうね、とかね、いろいろね、あったりするらしいですけど、うん。まあ、そういうようなね、やつとかもあったりしますけど、何の話してたっけ、うん、どうだから、インテレスティングにつなげてきたよっていう話でございましたよね。な、うん、どっからそんなに脱線してんだろうね。え、46分も喋って何やってんだ、うーんと、ということでね、方法がある場所ということで、まあ、正確には、ですので、コンセプトワードとしてはこれになります。ドン。ということでね、インテレスト。これでいきます。いわゆる、インテレスティング、とかって使いますよね。インテレスティング。要は、興味がありますよ。I'm interesting って言ったらね、あ、私はそれに興味がありますよ。というような感じの意味になります。まさに興味っていう感じですね。興味をそそるとか、interest って言うと、動詞になるんで、動詞的には、興味をそそらせるとかそういうような感じか。うん、興味が湧くとかそういうような感じ。まあ、単純に動詞一つとして、興味のあるものみたいな、意味合いにもなりますしね。インテレストっていうところで。で、まあね、ちょっとね、もし、大小のね、変えでね、やってますけど、インレストってことで、さっき言ったね、休憩時間にね、インストールのね、インということでございますね。インできるような、もので、というような感じの意味合いにも、のダブルミーニングにしてありますよってことで、I'll with you ってことで、with you なんでね、ですから、まあ、いろいろと追加をしていきたい。それはね、もちろん、うちのチャンネルからね、新しい知識をどうぞ、分け与えようというのもありますけど、それとはまた別でね、例えばコメント欄とかで、こういうようなのもありますよとかっていうようなことを付き加えてもらったりとかですね、それこそ、まあ、またライブ配信とかできるようになったらね、うん。一応こんな感じで、それっぽい、配信窓とか作ってるんで、一応やる気はあるんですよ。隙を見てやりたいなと思ってるんですけどね。っていうようなこととかね、やるときとかにね、いろいろとコメント欄で書いてもらったりとかね、ここのところ一応コメントが入れれるようにね、設定はしてあるんですけどね。ただね、ちゃんと使えたことがないんでね、ちょっとわかりませんけど、うまく使えるか。とかね、そういうような感じで、いろいろとね、やっていけるようにね。それもね、なかなか一人で、ね、情報発信する。まあ、なんなら私だって別に博識じゃないんで。知ってる、ジャンル、詳しいジャンルは詳しいですよ。ね、それこそね、PC ゲーム業界だとか。ね、そっちの方の、昔のね、PC ゲーム業界だったらもう任せてくださいよ。発注やってましたからね。全作品についてね、この原画家さんはどうで、この原画家さん、ここのメーカーさん、今回のチームは、どのチームが作っててっていうのを、問屋さんとかとね、話し合いながら、大丈夫今回、B チームじゃねこれ。あれ ?S さんだけチームにしてるよねとかね、いうようなね、話とかね、よくしてましたけど、本当これ大丈夫ギガマインじゃねえの本当に本当にとかって言いながらね、うん、やってたりしましたけどね、うん。どんなこともありましたね。そういうような、こととかもやってた、こともあるんで。まあまあ、専門的なところとかだってね、多少ありますけど、やはりね、いろいろとね、私だけじゃなくてね、まあもちろんメンバーもね、他のメンバーも、いるんで、もうちょっとね、いろいろと、どんどん出していけたらなと思うんですけど、なかなかね、この年になると、
本人も出たがらない人が多いし、ほとんど出たがらないし、うん。だしね、そもそも仕事だったり家庭の事情でも、もうだって、家庭持ってるやつもちょろちょろいますと、子供もいるやつもちょろちょろいる。40ですからね、言うて。それはね、そうなってきますからね。なかなかね、表立って出るのがちょっと社会的、ちょっと会社の都合でとか、ちょっと難しいわっていう人ばっかしなんでね、なかなか難しいんですけど、そういったね、制約のね、主にキッシーさんとかね、ああいうような感じでね、強制的に疲れやった方面にね。やって、使ってね。まあ、いろいろと動画撮れたなと思ってます。で、言いながら、岸さんと撮った動画のやつとかね、まあ、実質お蔵入りになっちゃってるんですけどね、一個。うん、うん。まあ、あれはちょっとね、あまりにも撮り高がなさすぎたからな。うん。ちょっとね、あまりにもひどかったかな。うん。まあ、ただ、まあ、一応予備に回しておってね。まあ、もし本当に放送できるのが、だから、クッション材に置いておく、動画のストックの量を減らすことによって、毎日、出すのがなくなった時のバックアップの予備の動画を引っ張り出してくるっていうような感じで、使っていこうかなと思ってます。一応それで、なんとかね、なるべく新しいものを出せるような環境を整えていきたいな。かつ、安定供給にね、向けてそういったような取り組みとかもできないなと思いながら、まあ、インテレストっていうことで、まあ、逆に言うと半年でも、うん、これはまずい、まずいんですけど、ぐらいで済んでるのは、逆に言うとそんなに鮮度を求められる作品を作ってないんで、っていうところがあってしますね。ただ、鮮度のあるものの対応もね、していきたいなと思うんで、そのあたりとかを動画統合計画のところにね、ちらっと言っていきたいと思います。で、どういう感じかっていうと、よいしょ。こんな感じですね。で、2024年は、統合計画なんですけど、まずちょっと大事なこととして、年間固定っていう風になってます。今まではね、どっちかというと、月ごとに状況に合わせて変えてましたんですけど、そうじゃなくて、もうちょっと、ひとまず1年間はこれで固定してみようと思います。と言いながらも、まあちょっと変動幅を持たせてるんですけど、1日3本から5本投稿でも固定をしようと思います。で、こんな感じですね。固定の最低3本の固定のところはこんな感じ。ショート動画を0時、10時に上げます。2本の1日2本。で、ロング動画を、毎日20時に1本。これを固定にします。で、1日3本は投稿しますよという形は作っていきたいなと思っております。今、1日5本。ショート4本作っているのが、ちょっと2本にはなってしまいます。さすがにね、これ4本投稿するとはね、さすがにちょっと、難しいなということでね、黙々動画をね、ずっと上げてますが、あれ、1日4個お弁当開けてるじゃないですか。ってことは最低でも1日4個食べてるんですけど、あれ、職場とかでは取れないんで、あれ、夕飯で4個食べたりしてるんで、ね、まあまあ、きつい。お財布的にも、胃袋的にも、一食でね、弁当4個はね、きつい。ということでね、ちょっとスラダイとかもね、調整しながらね、なんならちょっとまた大食いになった気がするんですけどね、おかげさまで、やってくると思います。で、あとは、7時と17時に、臨時投稿、今まで随時投稿っていう名前にしてたんですけど、ちょっとツッコミが入って、随時投稿って何なんていうね、あれだったんですけど、そういや、いわゆる、随時丸々、随時っていうのがね、いまいち、分かってないよっていうことがあったんですけど、あれって、要は、まあ、臨時投稿っていうんやと、ほぼ一緒なんですけどね、要は、あれ、どうなんだろう、業界用語なのかな、ヤマトとかでは使わないのかもしれませんけど、郵便局だと、定時集荷 と、随時集荷っていうのがあって、集荷先のね、拠点一覧みたいなのがわーっとあるわけで、まあよく来るところとか一覧にしてあるわけなんですけど、で、定時集荷っていうのは絶対毎日行くよっていうところ、例えば、ローソンさんとかね、ミニストップさん、ゆうパックの取り集めの、ところやってあるところとか、あとはまあ定時集荷、集荷とはまた別で取り集めっていうのがあるんですけど、ポスト開けるやつですね。ポストの鍵を開けて、中に入ってる郵便物を集めてくる。これは、実は集荷じゃなくて取り集めてる。実は設けたやつですけど、これ何かというと、郵便は郵便物なんですけど、あれは荷物じゃない。郵便物なんて。っていう。
いので、実は言葉を聞きたいです。ちょっと厄介なんですけどね。まあ一応ね、荷物と郵便物っていうのを分けるっていうのはすごく、なんかこだわりが。まあまあ、それは法的に違うんで、法的なところの話なんで、郵便法にのね、対象物かどうかっていうところがあったので、新書のね、ところとかがあったりするんで、まあまあまあ、そこはね、ちゃんとしてないってなるとね、他社さんからね、突っ込み入っちゃいますからね、まあ当然ちゃんとやってるわけなんですけど、うん。で、その、集荷ですね、集荷の時に、定時集荷って言って、毎日、定期ルートでぐるーっと回って、定期集荷って、まあ、普通は、集荷チームみたいな集荷のところにあるんですけど、なぜか私もね、その、定時集荷をやってたりすることもあったんで、うん。まあ、いろんな流れでね、うん。なぜかやってたこともあるんで、そっちの方もやったことあるんですけど、まあ、そうすると、そのあたりのところで、お抱えのところで、随時集荷が入るところがあるんですよね。うん。郵便局に、ちょっとすいません、今日荷物が入ったんで、ちょっと今日は荷物の、ゆうパックのね、集荷お願いしたんですけど、とかって言って、入ったりだとか、いうのがあるわけですよ。まあ、これは別に個人宅でも集荷やってるんで、個人宅から入ることもあるんですけどね。うん。で、まあ、基本的にはやっぱり8割方企業さんからになりますよね。2割くらいたまに個人さんからがあったりだとか。まあ、私も、あれだったんですけど、結構、仲良くね、それこそ年賀状を買っていただける方とか、そういったところはね、実はちょっと、いろいろとね、こっちの方にね、集荷とかもね、来れるように。ああ、なんならその、うん。チラッとね、声かけてもらったら、シューって寄ってね、そのまま回収しますよ、みたいなのとかね、今ありましたけど、うん。ねえ。っていうのがあってね。あ、でもそっか、あそこも企業さんなんだ。そうだ、企業さんでね、やってたところで、そう。とかがあったりしてね。うん。そう、うん、本社のところがね、自宅券みたいになっとって、まあ、っていうのがあったりとかしましたけど。っていうのがあったりとかはありましたね。よいしょ。っていうのでね、それから随時集荷っていう言葉があるんで、まあそんな感じで、お呼びがかかったらね、はい、行きますよっていうのを随時対応っていう風にやってたんで、普通に随時対応って言葉って普通に使う言葉だと思ってたんですけど、案外、他の一般の人からすると何随時って何いつでも投稿するんじゃないのって、毎日投稿ってことじゃないのみたいなあれが入ったんで、ああ、そうか、意外と伝わらんのかということだったんで、臨時投稿枠っていう形に変えさせていただきました。で、まあ、これを、まあ、ショーツを入れるのは7時なのかな。で、ロング動画入れるのは17時かなとか思いながら。まあ、わかります。これは変えるかもしれないし。あれなんですけど、17時と17時に、枠を取るよ。臨時で枠を取るよという形で、進めていこうかなと思いました。まあ、今日だけちょっと特別ね、新年なんでね、0時に投稿が入っていると思いますけど、そんな感じになっておりますよ、ということでございます。そんなところかな。やっていこうかなと思います。とはいえね、実はまだロング動画のね、実は制作、ちょっと追いついてないんでね、ちょっと、もうちょっとね、頑張って、この後終わってから作るわけでございますけど。一応こんな感じで年間固定で、とりあえず2024年は、この3本投稿で固定して、まあ、増えてもこの5本と言いながらも多分、この後、恵方巻きがやってくるんで、多分またまたバカみたいにそっちの方が入ってくるとは思いますけど、それが多分この77時枠のところに入ってくるのかなと思いますけど、まあちょっとね、なんとか、対応していってね、とにかく量をね、上げて、今年もね、去年以上にね、ちなみに、周りのチャンネルで、上げてる量多いところどこがあるのかなと思って、1日に1万本ね、動画投稿、え ?1 日ね、1万本いくかいかないかぐらいに投稿してる人いるんですよ。1日10本とかね、うん。ショートでもないし、ショート動画でもなくて、あとはいえね、1本の動画を2、3本の動画なんですけど、いつも10分くらい上げてるね、方とかがいらっしゃるんで、ああ、そうか、そういう方式もあるのか、と思いながらね。まあそこは、登録者数が20万人くらいいるところだったかな。海外ですから、日本じゃないです。海外のところとかでね、あったりしますけどね、うん。というようなね、ところとかも、あるし、なんかやっぱ数打ってくっていうのも、しかつね、やはり重要になってくるかな、ということでね、もうちょっと今後もね、ちょっと数打ってと、やっていきたいなと思ってるのと、もう一つね、ちょっとね、大事なところがございまして、よいしょ。それはこれですね。
動画タイトルの表記方法の、標準化を行っていこうかなと思います。標準化ってね、あんまり、使わないところでは使わないのかなということですけど、まあ簡単に言うと、英語で言うとスタンダダイズって言うんですけど、いわゆるスタンダード化ですよね、ということでございます。ということで、今までね、まあ5年間やってきましたよと、YouTube。で、ニコニコ動画を含めたら15年目になるの？もうすぐ。今14年目。ということでね。うん。2009年の8月からですからね。まあまあ長いわけでございますよ。で、それだけの間投稿していて、まあ2500本動画も超えましたと。何が起こるかというと、昔の動画とかと、今の動画とかで、途中でいろいろとタイトルの付き方が、だんだん変わってきてたんですよね。で、まあ今までは別に、まあそれもね、歴史の味やし、と思ってたんですけど、ちょっとこれをね、標準化しようということになりました。っていうのは、今ね、その、切り抜き動画のね、やってくれるところを増やそうみたいなね、やつとかやってるわけなんだけど、その時に、動画の提供とかするときに、この動画のデータが欲しいなっていうふうになったときに、どのデータかが、非常に分かりにくくなってしまっていると、いうところがあります。まあ、実際、それがね、ぐちゃぐちゃになってきてたんで、そういうところで、まあ、もともとその最初に数字をつける意味あるのとかって結構、それが邪魔やろって、他のとこやってねえじゃんって言われてたんですけど、これはね、もうちょっと、明確な理由があって、うちの場合は、その、第何話、第何話みたいな感じで、続きものになっていて、しかもそのシリーズごとに結構ちょっと投稿がね、被ったりとかがあったりするんで、これね、その、数値でね、わかりやすくするように。で、実際これ、ニコ動の方で見てもらってる方だと、多分、相当ができると思うんですよ。これにしておくと。今までのやつで、まあ、相当ができたと思うんですよ。うん。そうすると勝手にシリーズごとにカーッと並ぶし、っていうか、シリーズごとに、実はもう、ボタンタグがね、できるようなシステムとかがあるんで、あれね、YouTube も入れてほしいんだけどな、シリーズタグ。シリーズタグでまとめるとか、でも他の YouTuber さんの動画だとないんだよね、そういう需要が。うん。うちのところみたいな開け方やってるとかじゃないもんね、っていうことで。うん。だから、ニコ動だと多少あるんですよね。やっぱし、だから、アニメの第何話を見るような感じ、アニメのこのシリーズを見るみたいな感じで、そんな感じで、結構作ってあったりするところもあるんで、比較的、ニコ動的な作り方にはなってるんですよね、実は、うちのところ。っていうのもあるんで、そのあたりとかで、その動画の管理をね、するのに、例えばその、今2500本動画上げてるじゃないですか。これね、何が起こってるかというと、私のハードディスクちゃん、裏のストック在庫ちゃん、今ね、ファイルがどれくらいあるかというとね、動画ファイルだけでもうね、7500ファイルあるんですよ。で、今ね、動画のその、データをね、ある程度その、出せるようにしてますよということで、まあそれはもう今もやってるんですけど、ただその、どのデータが欲しいって言われた時に、すぐにね、対応しにくくなっている、正直言って、っていうところで、そこでね、ちゃんと対応できるようにっていうのもあって、この規格化っていうのを、標準化、規格じゃなくて標準化っていうのを、行っていこうというわけでございますね。うん。で、まあ、いわゆる、企画化と標準化って何が違うかというと、企画化したものを、使っていくのが標準化って思ってもらったらいいのかな。うん、企画化っていうのが、いわゆる統一化を図ってみること、企画化っていう感じで、それを、実際に運用していこうっていうのが標準化と思ってもらったらいいと思います。なので、まあ、とりあえず企画を作って、それを標準化していきましょうということでございます。で、いうので、タイトルこんな感じに変えていこうと思いますよ、ということでございます。で、今のタイトルの方法がもうそれになっています。新しいシリーズ、この大阪メトロターミナル完全制覇の旅はもうその制度に変えてあります。こんな感じで、分けてきますよ、ということでございます。よいしょ。で、見ていきますと、こんな感じ。赤いところね、ST って書いてあるところ、これが、シリーズのブランド記号になります。まあ、ブランド記号については、後々全部載せときますけど、ここのところに来てますね。まあ、ね、今は ST、これがメインのところのやつが ST になってるんで、スターセールのね、逆でスター ST にします。もともとは星さんのね、記号を使ってたんですけど、実はこの星さんの星が、冒頭の、タイトルの冒頭になると、メタタグアとかになってしまって、実は、結果表、に一切反映されなくなるっていうね、ちょっと、やつ方、今もしかしたら良くなってるのかもしれないけど、ちょっとわかんないけどね、うん。
っていうのは、まあ、特にね、始めた頃に、から、しばらくしてから、発覚したんで、今はね、全部 ST で表記してますけど、これもね、全部ね、アルファベットで統一しますっていうのは、一応海外向けのやつを作りたいよとかっていうような感じの時にね、英語系の人たちからね、してみたら、星3ってね、出すのが出せないじゃないですか。っていう時に、やはりアルファベットの、この半角アルファベットでもう統一しとくっていうのが、一番、世界の、ね、ワールドワイドで見た時にはね、一番その使い勝手がいいなということで、これにも統一をしていこうというわけでございます。で、今までは、こので、まあ、シリーズ番号が来ますよ。で、これも3桁で統一します。今まで2桁だったり、1桁だったり、3桁だったりってね、バラバラだったのは全部001とかに全部変えていこうというわけでございます。で、和数のところ、これが、初期の頃はダッシュを使って表記してみたりとか、で、マイナス棒でね、125の1みたいな感じしてたんですけど、あれってあんまり、海外圏では、あんまり使わないみたいで、どっちかというとアンダーバーを使うことの方がまだある。まあ、あれスペースの代わりに、ここにスペースが入っていると分かりやすいようにとかっていう中で使うような意味合いで使ってみたりなんですけど。で、このマイナスっていうのは何が厄介かというと、実はね、これね、YouTube スタジオ使ったことある人なら、YouTube 投稿したことがある人なら分かると思うんですけど、なぜか YouTube ってマイナスが消えるんですよ。半角のマイナスが消えちゃうんですよ。投稿すると。っていうので、いちいち、また、付け足して付け足してってね、やっとって、まあまあ、マイナスをポチって出すだけなんで、そんなに大変な作業ではないんですけど、まあまあ、これもめんどくせえな、ということでね、いうふうになってきたんで、で、もう、どうしようかなと思ったんですけど、ちょっと長くなるんですけど、これを EP1、EP2 みたいな感じにしていこうと思います。これエピソードの略ですね。海外だとどっちかというとこの EP で、まとめちゃうことが多いみたい。なので、もう、これで、いっとこう、ということでございます。で、エピソードの略で、この EP で、第何話って分かるような感じにしておきます。これが今までマイナスだったり、ちょっと最近プラスにして、なんでプラスにしたかというと、マイナスだとそのメタタグみたいになんか消えちゃうんですけど、あ、メタタグじゃないか。なんか仕様で、YouTube スタジオに投稿した瞬間に消えちゃうんですけど、プラスだったら消えないんですよ。何なんでしょうね、あれ。本当に意味が分からないんだけど、プラスだと消えない。プラスにしてたんですけど、このプラスだとね、何か起こったかというと、ニコニコ動画の方が消えちゃうんですよね。これ、なんでなんだろうな、もう、でもこれはもうね、多分ね、プログラミングの仕様だと思います。ということなんでね。で、もう、じゃあどうしようかなと思った時も、これで EP で統一してしまおうということでございます。で、あと今まで補助、アルカリ動画とかにはね、全部、法とかいろいろつけてましたけど、その際を、全部この、アポストフィで、簡略化していきます。比較的これね、英語圏、使うあれなのかなということでね、うん、ダッシュです。この場合はダッシュなのかな、まあ、でね、やっていこうというわけでございます。これがついてるのか、まあ、ちょっと補助とかになります。で、それがこんな感じで、で言うと、エピソード5の、今まで穂の1とかってなってたのは、こんな感じでダッシュ1とかっていうような感じで。まあ、だからダッシュがついてるやつだと、まあ、基本的には、スピンオフみたいな感じで、ね、あんま本編からちょっと外れたりするんで、別にここ見てなくても、本編としては、そんなに影響がないですよっていうところとかでね、ちょっとした小話とかのところを、脱線したりとかしてるのはね、いわゆるまあ基本的には BGM とか一切なしのやつのやつをポショッと入れるときに使おうというわけでございますね。で、メインタイトルはこの緑のところになってきますよということでございます。これもなんかなるべく機械的にしようと思います。こんな感じで末端駅制覇西梅田駅とか、駅間散歩丸丸駅から丸丸駅みたいな感じで、比較的その、細かいなんかをこれしたら奇跡起きたみたいな、そんなようなね、よくYouTube みたいなタイトルにするんじゃなくてね、こういうような感じで、あ、これはこの時の動画だったなというふうに、ちょっとデータでね、わかりやすいようにしていこうかなと思います。で、あとはロケーションですね。この場合だったら、大阪市、北区。政令指定都市の場合は、まあ、丸々区まで入れて、そうじゃない場合は、丸々県、丸々市くらいまで入れようかなと思ってます。まあ、もっとね、4つ目とかになってくると、もしかしたら町名、市役所とかね、生桑町とか、入れるようなこともあるかもしれませんけど。あとは、まあ、路線名とかがね、表記が、特記事項ある場合は、こんな感じで、普通橋線とかってね、書くような形で、やって、
ていこうかなと思っておりますよということでございますね。ただこれは部屋取りの場合はね、関係がなくなってくるので、ここのは、そう省略される場合があります。アットマークの人ですねが、省略される場合があります。あとは、シリーズ名ね、が、必要な場合はここに入ってきます。もうシリーズ名が単発そのまま作品になる、最近なくなっちゃいましたけど、最後にあるのあれか、岩倉駅のやつが単発動画の最後になってるかなと思いますけど、今日2023年の1月に撮ったやつですね。そういうような感じのやつの時は、もしかしたらもうそのままそこだけに、ね、なってるかもしれませんけど、ということでございますね。ここもなくなってる場合もあります。もしくは、まあ、これがもうそのままタイトルと一緒になっててる場合もあるんで、まあ、その場合は EP も消えるのかな、ということでございますけどね。そういうような感じのやつにしておこうと思います。あと、ちなみに、ショーツ動画はもう単純にもう、山田モグも23とか、ああいう感じになってるんで、一応、YM とかなんか作ろうかなと思ったんですけど、まあ、もう別に、あそこで無駄にタイトルなくする必要もないんで。エピソードでもないですからね。と、いうことで、もう単純に、山田もぐもぐはもう山田もぐもぐの2302405みたいな感じになってるんで、まあ、それで、出してもらっていいと思いますし、ショーツ動画の場合は、もう自動的に、切り抜きとかできるように設定がしてあるんで、YouTube から自動的に多分、簡単に持っていけるんですよ。切り抜けるように持ってけるような仕様に書いてあるんで、まだこれでぐらいで大丈夫かなということでございます。ということですね。で、ちなみにそのシリーズブランドね、いろんなのがもういろいろとあるんで、それも全部まとめてみました。ドンと。今ちらっと言いましたけどね、こんな感じになってますよ、ということでございます。ST がね、スターステールのメイン動画になってます。で、今まで4つ目は4つ目ってひらがな表記だったんです。これも YT に変えます。4つ目ですね。ということで、4つ目に変えて、北中西地域情報発信動画はこれにしようと思います。で、後ろに4つ目ってひらがなで、つけておくような形にしようかなと思っております。というか、それにします。で、YouTube ね、郵便いろいろ雑談動画とかいろいろやってたやつは、これを UT にします。ちょっとここはね、4と U なんでね、どっちも Y になるなって、普通にやったらなるんで、どうしようかなと思って。これはもう U の方にしてます。で、YouTube にしようと思います。STYTUT っていう感じで、ちょっと T が続くのがあれなんですけどね。で、あとは、SB は、サブチャンネルですね。サブチャン扱いのやつは SB にします。で、RYT が、りょうとやむらのつまらない話。最近は上げれてないですけど、まずはちょっと付き合わば撮ろうと思ってますけどね。になってますよと。あとは、よもやま速報。ここはもう今も使ってるか。YS がよもやま速報で、よもやま雑談が YZ。という形ですね。よもやま系はこんな感じ。YSYZ になってますよ。ということで、ちょっと似た記号が続くんで、ちょっとややこしいですけど、すいませんね。で、ラジオの方は STR にしようと思います。STR3 桁で、ステラジで、生捨て、あ、ごめん。これステラジってなってますけど、生捨てですね。NST が生捨ての、生放送のやつはこの NST にしていこうと思います。で、あとは、なんだ、一発ネタは IP にして、予告動画のね、一発ネタのネタはこれにして、短時間のネタが、最近も全然作ってないですけど、いいとこにとこから。あと、一瞬作った、まだ 2動画ぐらいしかないですよね。グローカルプロジェクトの動画、に関しては GCL っていう、記号にしとこうかなと思います。ただし、これに関しては、2動画ぐらいしか作ってないし、確か今非公開してるんじゃないかな。ちょっとね、あまりにも内容だったんでね、そういう感じになってますんでね。まあ一応、作ってありますよ。まあ、ね、国際展開とかもね、一応あれ、頭に入れているよっていうことで、一応そこまで。まあシリーズですよ、全部で。これで全部押さえられてるのかな。多分緑のところとかはまたと違うのがあったんですけど、ひとまずこれで、今投稿していくやつはあれやから、まあもしかしたらニュース多分、あれが復活するかもしれないんで、こっちでね、バラエティネタとしてニュース多分ね、やるかもしれませんので、いわ、陰謀論、これでも見よがしに陰謀論っていう感じでね、やるって。だってニュース多分なんだもんっていうね、やつですね。ニュースセブンみたいな感じでね、ニュース多分なんで。いや、間違ったこと言ってますよ。だって多分って言ってるじゃないですか。これフィクションなんでっていうのでね。いろいろ、無責任なことを言っていこうというね、企画もね。またちょっとあれにちょっと復活させようかなと思っておるんで。もしかしたらそれが入るかもしれません。その場合は、ニュース多分 NST、やばい、生捨てと一緒じゃん。NTV とかになるのかな多分。
ハテナか、ハテナマークかな、あれいけるのかな、とかっていうような感じになってくると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。こんなところかな。で、タイトルの移行期間、実はこれ、こんな感じでやるよって言ってますけど、実は今、2500本動画があります。これをすべて買います。買います。まあまあ大変ですけどね。全部これの企画に、もう古い動画も一番最初に投稿した動画から、ニコニコの初期動画だけはもうそもそもその割り振りとかも何もしてなかったんで、それとそれはもう置いておいて、やっていこうと思います。で、基本的にはまず YouTube のやつを全部買います。ニコ動に関しては今の段階でもシリーズ別とかそういったタグが自動的に作れる機能を使ってるんで、で海外からのアクセスって基本的にニコ動画じゃなくて YouTube だと思うんで、海外向けの対応が必要ならそっちかなと思ってるんで、ニコ動の方に関しては、YouTube のやつが全部終わってから、対応していこうかなと思ってます。で、TikTok は、変更はないです。というかね、実は TikTok って、一つ仕様の特徴で、一回投稿した動画のタイトルとか変更できないんですよ。うん。YouTube はできるんですけど、TikTok、ニコ動もできるんですけど、実は TikTok ってできないんで、ちょっと変えようがないので、もうそのまま。まあ、もともとショートは変えないよっていう話なんで、今のまんまになりますよ、ということでございます。というような感じで、2024年はこんな感じで、まあ、とりあえずね、この1日3本とこで、これをね、しっかりと継続をしていって、まあ、と言いながら多分1月の途中はずっと4本投稿とかになっていくと思いますけど、フォーマットをどんどん出していくと思うんで、また、どんどんのね、データベースがね、なんかエグいことになってるんでね、なんかまた頭がフラフラしてきそうですよ。まあ、頑張ってね、やっていきたいなと思っておりますのでね、どうぞ2024年もね、スターステルチャンネル、かわいらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたしますと。というような感じで、1時間16分も喋ってるの嘘でしょ？嘘でしょ？やべえ。やべえ。買い出しに行かないと、やばいんだ。実は、洗剤がないからね。年末年始迎えれなくなってしまう。まずいということだよね。ちょっと買ってきようと思います。ということでございますね。まあ、とりあえず、何はともあれ、このインタレストでね、今年はやってきます。で、今回の、次の動画からね、この、インテレストの新しい、オープニングになりますので、そちらの方もね、新しい動画一発目ちょっと楽しみにしていただければ、もうね、投稿終わってるんで、うん。そっちの投稿終わってるんで、もう、これになってるはずなんで、間違ってなければね、なってるはずなんで、これをね、見ていただければと思います。今日の20時の動画からね、これになりますということでございます。ということなんでね、まあ今年もこんな感じで、でまあ、好き見てね、2週間に1回でもね、雑談ができてない、ところがあるんで、まあ多分3本投稿なら多分投稿ペース、ある程度作れてできると思うんで、今ね、5本投稿なんでちょっとあまりにも余裕がなさすぎるんで、ちょっとそのあたりとかもね、入れて、できるようにしていけたら、多分苦手。ただね、1月はその恵方巻きがあるんで、やるなら2月の中旬以降にはなってくるかなとは思いますけど、出ないと落ち着かせようがないですね。うん。っていうことなんで、まあそんな感じでやっていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。フォローカルのやつのまんまになってたのがいけね。フォローカルの話もしたい。行ってきたんで、報告動画もね、出したいんですけどね。とりあえずちょっと、恵方巻き優先なのかな。あっちの資料作りか。あれね、だって、全メーカーの、全品目の、品目名、金額情報、ご飯のグラム数、大きさ、長さ、太さ、直径、あと何だったっけ、入ってる品目、全部リストアップしないといけない。まあ、大変なんだわ。ってことで、まあ、去年と比較もね、しながらになるんで、多分、相当なボリュームになると思いますけど、またね、よかったら、お付き合いいただければと思います。ということで、本日はね、これぐらいで締めさせていただきたいと思います。あ、本日はっていうか、この動画ね、締めさせていただきたいと思います。この後もね、なんなら、今、あれか、ショートが一本、アップロードかかりますけど、また10時にショートが普通に上がって、年末年始もそんな正月休みも何もありませんからね、ちゃんと、がっつりと1、2、3本投稿入ってきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、この動画以上で締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。本年もよろしくお願いします。